こんにちは、淡井圭介です。本日2024年、9月6日、10時30分、秋篠宮佳子様へのメッセージです。まあ、今まで、言ってきましたけども、まあ、本人からも、そういう呼び方でもいいということだったので、秋篠宮、佳子ちゃんということで、親しみを込めて、メッセージを送らさせていただきたいと思います。9月2日、佳子ちゃん当人だったっていうのは、後から、今までの、その、動画だとか、そういったものを確認して、まあ、喋り方なども含めて、まあ、髪型とかも含めて、まあ、当人だったんだろうなということが、後から分かりました。で、あの時僕が感じたことは、まあ、公園で僕が、佳子ちゃんが多分誰かと電話で話をしていたんだと思うんですよ。イヤホンをつけながら、スマートフォンで。で、声が違うって僕言ってたと思うんですよ、自然と。多分前も同じようなことを言ってたと思うんですけども、何年もすごく前のことだと思うんですが、で、その後、こんばんは、秋篠宮佳子さんですか、もしくは秋篠宮佳子様ですかというようなことを、聞いたと思うんですよ。で、返答は、はい、違いますだったんですね。で、その返答の仕方についても、多分意図的にそういうふうな返答の仕方をしているのであって、その、秋篠宮佳子ではないっていうことを言いたかったのか、その声が違うかったのかっていうことを言いたかったのか、まあ、僕のその感覚では、その、今までのことを考えて、まあ、それを信じてる方ですから、その抱きしめてね、その、もう多分泣きながらもう会えないかと思ったっていうことを言うような内容が頭の中に描かれていました。だからそれは僕の本音だったりその時の状況だったり、まあその、もうその佳子ちゃんの声で、コンピューターなのか佳子ちゃんなのか、心が痛いっていうことが伝わってきてるんですけども、その昨日の晩とかも睡眠薬なしで何回も寝れそうになってたんですよ。まあ、23時から0時00ぐらいまでの間なんですけども、けどその都度その都度、こう、ふーっとこう、寝ようとしていたら、ドンっていう音とか、で、その後、佳子ちゃんの声で、あれこれ言われたりだとか、きつい口調ではないんですけども、その前に音で攻撃されて、それから佳子ちゃんの声を使用されると。そういうような現象が発生していて、僕も対処の仕方がわからないんですよ。どうすればいいのか。で、それがコンピューターが、天の神様へのお祈り、その日本時間の日付が変わってからお祈りするっていうことにこだわっていて、コンピューターが攻撃してきているのか、何なのか、そこは僕にもわからないから、もうそれ言ったんですよ。僕は睡眠不足だと抵抗力はなくなるから、台風消滅もうまくいかなくなるよっていうことを、それはもう、コンピューターに向かって言ってるんですけども、それで聞かされた電波の言葉が言いよったっていうような老人男性の声で、そういう日々を毎日こう過ごしていて、精神的にもすごく消耗してますし、で、やっぱりこう気持ちが参ってる時とかはどうして助けてくれないんだろうだとか、他の動画で、まあ今まで何回か言いましたけども、白い背広だったと思うんですけども、スーツだったと思うんですけども、個室で3名の、
男性かな、話をしてるときに、まだ相手は、若い者たちなんですけども、入り口へ入ってきたときに、の映像では、共同訴訟人でっていう、僕は心の声で伝えたときに、佳子ちゃんは、じゃあそれでっていうことを言ってるんですよ。で、その前に、その動画を見たときには、僕は、補助参加人、いや、参加人でっていうことを言っていたときに、もう同じような返答をしてるんですよ。で、まあ、昨日、裁判所の法廷が開かれたときに、現れてる人間は、まあ、一人もいなくて、共同訴訟人なので。まあ、証人尋問自体もまだするかどうかはまだ決まっていない、今のところでは行う予定はないという状況なんですね。で、僕もどう対処したらいいのかのところがわからないんですよ。だからまあ、佳子ちゃんはどうしたいんですかっていうことを、まあ今日メッセージで送ろうと思っています。それ、まあこの間のその僕の感情的なところをも知っといていただきたいなっていうのはあります。知っていていただきたいなっていう部分はあります。それとあと裁判所への提出している書類に関しても後から昨日帰ってきてから前日とかにもある程度見てたんですけども、相手の答弁書に関してもギリギリで送ってこられてるんで、1回目の法廷の。で、それに対応する文章を、作成するのに、まあ、もう時間が全然足らなくて、まあ、9月2日の時は受取書をファックスしに行ったんですけども、裁判所に。まあ、佳子ちゃんについてのその髪の毛の長さとかは言わないようにしておきますね。その佳子ちゃんには佳子ちゃんの、まあ、僕からのその言った内容だとか、それに合わせて行動してくれてるんだっていうのは、その部分では分かったんですけども、だけどやっぱり法律とかいろんなことを考えると、その相手はまず、佳子ちゃんかどうかを確認しなきゃならないで、それとやっぱり聞かなかったら、あの時も僕からしたら、その佳子ちゃん当人だっていう自信が持てなかったんですよ、本人から聞かなかったら。で、昔どうでしたっけ？身分証明書の交換見せ合いできますかとか、そういうことしませんでしたっけ？で、まあ、他の人と話がごちゃごちゃになっていいのか、ちょっともう僕もすごく昔のことってしっかりと思い出せないんですね。だから、そういうことも含めて、何をどう行動すればよかったのかのところでも、僕は愛圭介ですがっていうことを名乗ればよかったのか、まあそれは一部分として覚えてる部分もありましたし、まあ後から思い出したんですけども、その時言えなかったんですよ。先にその声が違うかったことを、姿を見た時には、加護ちゃんじゃないかなっていう顔をしてたんですね。で、声がだいぶ違っていたんですけども、その髪型の時の動画を見た時に、あ、全然違うわと。喋り方というか、よく声を聞いたりしたら、あ、佳子ちゃんの声だなってはわかるんですけども、喋り方と、あと、あの時は、9月2日の時は声がかすれてたと思うんですよ。ただしそれは僕が
カコちゃんから目線を外したときにそうなっていたのか、多分本当に声がかすれていたと思うんですよ。で、まあ、その後、僕は警察の方に通報したときに、喉を取られてるんですよね。今もそうなんですけども、その声をかすれる話をしたり、まあ、心の声の世界もあるからなのか、それを意識したからなのか、これ昔も同じこと言ってるんですよ。他の人のケースの時かもしれませんけども、喉が誰かに取られてるんですね。で、カコちゃんも多分あの時電話をしていたから、その声が、まあ何らかの影響によって、まあ声がかすれてたんだとは思うんですけども。まあ今のところ、その答えが全く見出せないまま、まあ時間がひたすら過ぎていく。で、その電波で聞こえてくる声に関して、だから昨日の晩で言うとね、その睡眠薬なしでもこう寝れそうになっていたのに、まあ、その裁判のその佳子ちゃんたちを呼び出してしまったせいなのか、睡眠時間は2時間ぐらいしか眠れてない。これは8月9日も同じ経験しますから、僕からもしかしたら皇族の人たちを呼ぼうとしてはならないのかもしれません。それか呼び出してる人の人数が多いからかもしれません。共同訴訟人の件については多分8月9日の時点では書類はそれで送ってますので、それでそうなっていた可能性もありますし、正直まあ昨日裁判所の法廷で見た時に、書記官の人も裁判官の方も顔はすごく若返っていると。綺麗な顔になっていると。だから、まあどういうふうな仕組みになってるかのところまでは、まあちょっとよくわからないとしか言えないんです。で、昨日帰ってから誰かが廊下を歩いたんですけども、それがどこの誰かは全然わからないです。見てませんから。もう家帰ってきたらもう動けない状態です。まあ、睡眠時間2時間で、まあリュックの中に、入ってる荷物も裁判関係の書類だとか、パソコンだとかいろんなものも入ってますので、とにかく重たいです。で、あともう一つのカバンの方は六法全書を一応入れてますので、まあもうとにかくヘトヘトです。で、もう家帰ってきたらもう倒れ込んでる状態で、まあそこを春山整骨院関係の人間たちがとにかく車のドアの音でバタン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 してくる。寝転んだだけで。こういう虐待を、まあ、何十年間にもわたって行われていると。で、私の母親はそれで殺されている部分もありますし、それが一部スポーツ関係っていうところもありましたと。なぜ普通に家に会いに来るっていう形を行ってくれないんだろうっていうのはあります。で、だからもうこれ正直本音で思ってるんですけども、その佳子ちゃんが本当にそう思ってるとは思わないですよ。だけども、そのコンピューターの仕組みとか、その政府とか自民党の都合とかによってなのか何なのかわからないですよ。その結局僕って殺されそうになってるんだなっていうのは、これはもう明確な答えで。それはいろいろ何回も考え直してもはっきりした答えなんか出てこないんですよ。生活保護者だからその電波で狙われてるのか何なのか。で、スポーツが原因なのか。まあ、スポーツが原因の要素っていうのはかなりいろいろ明確化されてますけども、今日も朝からそうですね、春山整骨院の連中が車のドアバタン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 してくるから、とりあえず iPad で、
撮影、家の中を撮影ですよ、こういうような形で。で、置いといて、まあ、集音するような形で。もうそれしておけば、一応、車のドアバタ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 してこなくなるんですよ。で、ただし、それを行い始めるとどうなのかって言ったら、自分の眠気が取られるんですよ、誰かに。で、かといって、まあ、昨日裁判所に提出した書類、まあ、そちらの方にも行くと思うんですけども、そちらに記載している通り、まあ、これはもともと佳子ちゃんたちも知っていたかもしれませんけど、テレビに向かって話したりしての受け答えに関して、まあ、その映像を見たら、まあ、第三者の人たちも、ああ、YK 介に向かって言ってるなっていうような内容に関しても、家で1回目見たときと2回目見たときに、コンピューターの AI だと思うんですけども、まあ、それだったら、ああ、払えませんとか言ってた大越さんのことが、例えば、1分、十何秒の頃だとか、20秒頃のところだとか、そういうふうなものをこうメモしたときに、もう一度見たときに、その分なくなってるんですよ。で、一説によると、テレビ局のその防衛手段のコンピューターの稼働として、そういうふうな形になってるだとか、それは本当にテレビ局の範囲なのかよくわからないんですよ。NHK という形になってくると、まあ、国総務省ということですから。最初から、どう対応したらいいのかのところがわからない。もしかしたらその動画も裁判所にあげたら、裁判所は真実が全てですから、どういうふうな受け答えをしていたのかが出てくるのかもしれません。だから、その辺のところについて、今裁判所に新しく提出する動画なので、まあ、例えばスポーツの勝ち負けとかも出した方がいいのか出した方が良くないのかだとか、その辺のところがもう費用的にちょっと無理がありすぎるんですよ。もうすでに3万ほど使ってますし、今回の訴訟で。コピー代がとにかくかかります、交通費と。で、まあ、まあ、12月までに、その秋篠宮邸の方に行きますっていうようなことを言ってましたけども、まあ、今そこからしいっていう声が聞こえてきてるんですが、もう僕もどう対応したらいいのかわからないんです。行って追い返されてしか経験したことがないので。まあ、ちょっとした対応があったのは、そのテレビ局に、2019年に眞子ちゃんが受付に来てくれていて、まあ、眞子ちゃんが一瞬だけ言ったんですよ、大きな声で。私たちの電話番号は知っておいた方がいいと思うけどもっていうようなこと。けどその時相手が、まあ、その時、まこちゃんっていう認識ありましたっけ？最初は僕間違えてたんですよ。テレビ局の受付の人間だって思ってたんですよ。だからそれで何かこう悪ふざけをしてるように僕は受け止めてしまってたんですね。最初の受け答え。で、今でもその電波で聞かされてくるこの世界っていうのが、すごく嫌で、そこから抜け出すにはどうしたらいいのかっていうところもありますし、で、そのことについて、こう相談に乗ってくれる人、相談相手になってくれる人っていうものが、まずいない。
そういう苦しさとかも理解していただきたいなっていうのは、これは僕の実直な感想で、だからもうどうしたらいいかわからないんですよ、僕の方も。ちょっと今、廊下歩いた人、黒い服を着ていた人のことが気になるので、あの時、かこちゃんが着ていたのは中が、その黒い T シャツみたいなものを着てたと思うんですけども、これが厄介なことに、その時、会った時に僕がいつも感覚として、かこちゃんだけに限らず、当人だっていうのが、感覚は毎回持てないんですよ。例えば安倍さんの時なんかはもう全く分かりませんでした、安倍晋三総理のことですよ。で、他の人に関してもそうなんですよ。唯一ここ1年以内ぐらいで言うと、まあラルク・アンシェルのドラムをしていた小倉幸宏、まあ小学生の頃の同級生だったものなんですけども、彼に関しては一応声かけることはできてるんですよ。あとは、まこちゃんらしき人物。多分まこちゃんだと思うんですけど、今、まこちゃんは髪の毛短くなっていませんか？やっぱりそれもくくっていたりしたら、そのね、男性もその髪の毛伸ばして自分で髪の毛くくったりしたことある人じゃなかったら、その感覚、見た目とかで髪の毛の長さとかわからないんですよ、本当に。人間自分でしてみなかったら、その実際的な感覚とかそういったことがなかなかわからないっていう部分がありますので、ちょっと今さっき廊下通り過ぎた黒い服の人はもう一旦置いておきますね。もう今、探しに行ったところでもうこれだけ何分か経過したらもう絶対間に合わないですし、家の中のそのパソコンとか全部リュックサックのように入れてとかそういうことしてたら数分間経過しますんで、絶対無理なんで。で、もう毎日のその日課みたいなところで、とにもかくにも夜になったら喧嘩を売りに来るような人間がいて、でそれをまあ有馬警察署の方に通報して、でそれでまあその後、ごちゃごちゃ何か喧嘩を売るようなことを言いに来る人間がいなくなると。でこれは明らかにこう嫌がらせ言いに来てる人間と、あとそれが嫌がらせだと気づいてなくて、しに来てる人間と2種類いるんですよ。で、まあそういった類の人間がたくさん春山整骨院に集めすぎていて、僕の睡眠時間だとか体調とかお構いなしなんですよ。ホームページは IKS 君の域の閲覧者を日々チェックしてますので、ほとんど閲覧者がいない。で、睡眠時間がどれぐらいだとかそういったことも掲載していて、昨日も、もう15時15分くらいの頃から自分のホームページに書き込んだんですけども、スポーツの勝ち負けに関してはもう棄権しますと。一応、阪神タイガースの試合でも、それは放送始まった時に撮影しながら伝えて、で、まあ、なんとか、やりくりといいますか、対応というか、もう、ギリギリなんとか、昨日、提出した書類の内容を再度チェックした時に、少し前に提出した書類の中でやられていたのがサイバー攻撃で、例えば秀和株式会社の現場での時間を24時までにするべきだっていうところを22時に変えられてたんですよ。でそのままそれを裁判所に提出してるから、話がめちゃくちゃになってる文章になってしまっています。その部分だけは。もうサイバー攻撃が多すぎて、その映像とかも、例えば先ほども言いましたけども、テレビに向かっての受け答えに関しても、これ通用しないんだったら、何もかもがほったらかしの社会で、被害者が救われる世界っていうのがないっていうことになってくるんですよ。
で、よく考えたら救われたことがほぼないなということですね。で、その調べて、その結婚問題に関してもその佳子ちゃんと、その佳子ちゃんがまあどうしたいのか、僕と結婚したいのか、結婚したくないのかっていう、その、すごくその重要な受け答えに関して、なぜ例えば9月2日自分の方から言わなかったんだろうなっていうのがわからないんですよ。もしかしたら何か以前言いに来たのか、その内容もわからないですし、けど今までのその動画とか喋ってる内容とか、そういったことを、聞くと、僕も自分の作成してる動画の方が文章を間違えてるのか何なのか、その例えば港川の時に、あの時は27歳の誕生日でしたっけ、加古ちゃんが。髪型がああいうふうな髪型で、まあ、港川で僕に声をかけてきてくれたと。で、その時は、なんて言ってたかが、もう僕ももう声すごくかすれ始めましたけども、多分音楽関係者の人の顔と混ざってるような気がするんですけども、私でもいいからって言ってくれたような気もするんですよ。その前に、まず、あ、いや、名前も確か名乗ってくれてると思うんですよ。秋篠宮加工ですけども。か、もしくは過去ですけども、いや、もうわからない、もうわからなくなってきた。相談話なのか、何なのか。やっぱりもうその時、記録をつけてなかったら無理ですね。どういうふうな受け答えをしたのか。で、それも、メモしてなかったら、相手の口の動きとかを見てなかったら、電波で言ってきた内容なのか何なのか、もうわからない。いや、これはだから自分が自信を持てるかどうかと、あと記録をつけているかどうかと、あと相手がその以前言った内容を覚えているかどうかになってきて、お互い記録合戦みたいな形になってきて、記録だけは積み上がる。だから早く話し合いで解決すればいいのに、その結婚問題で佳子ちゃんの件に関してです、僕からの物事の見方で見るとそうなるんですよ。あとはもうイエスかノーかの答えだけですから、けどね、今の言い方で急にイエスとか今度会った時に、何日も経過してからそれされたら、もうもっと分からなくなるんですよ。その時の僕からしたら、急にイエスとか言ってきてる人っていう形になるんですよ。その時ちゃんと名前を名乗ってっていう、その丁寧な行動っていうのが必要だって。かといって僕もできていたかって言ったら、自分の名前名乗ってなかったなってっていうのはあります。それと自分の、名前をまず名乗ることと、名前を名乗らないような人と、話をしてはなりませんっていう、まあ紀子様が、佳子ちゃんに、まあ、未成年の頃に言ってる当たり前のことっていうのは見てるんですね。で、まあ話でも聞いてましたし、その人づてとかじゃないですよ。紀子様とか文仁様、もっと子供の、まあ、その頃はもうすごい子供の頃の話なんですけども。で、あとはここからがその問題なのは、その話を喋った時に、そのコンピューターとか電波とか人間の、まあ、神がかり的な力の方かもしれませんけども、どういうふうに稼働するのかっていうところ。
で、これね、確か湊川の時は、まあ、佳子ちゃんも敬語じゃなくて、まあ、その代わり、自分の言いたいことは言いやすい環境にはなってたと思うんですよ。私もこの喋り方じゃないと無理だからとか、何かそういうふうなことを言ってたと思うんですけど、僕もそうだと思うんですよ。あんまり敬語とか、何々様とか、そういうふうな喋り方だと、うまく言葉が出てこなくなるっていう部分があるんですよ。だからその辺のところで、だからまあ、ここ最近は、佳子様と言いながら、まあ、佳子ちゃんって言ったりだとか、だからまあ、これもコンピューターの設定でも、今も一瞬顔の、まあ、この辺りのところとかが、本当のことを指摘しようとすると、またその部分のところが深くこういうふうになったりだとか、まあ、八方塞がりの方ですね。まあ、その辺のところ、八方塞がり状態の人ってやっぱり目元のところこうなるんですよ。こう八の字になるっていう。だから、解決方法の方は自分でも分かってませんので、もう僕も今どうしたらいいのか分からないっていう状況をまず佳子ちゃんに伝えるのと、あと、次、もし、法廷、まあ、10月の24日だったと思うんですけども、時刻は13時過ぎに法廷が、まあ、開かれるんですけども、まあ、その日はもし睡眠不足になるようでしたら、もう共同訴訟人から外すような形の方がいいのか、例えば、高島屋アナウンサーとか、共同訴訟人として読んだ人間の数だとか、それによって睡眠時間が削られてるのか、一応高島屋アナウンサーも基本的には共同訴訟人とか補助参加人とか参加人っていう記載と、まあ、そこで、共同訴訟人として現れないのであれば、まあ、証人尋問の方向っていう形で、物事を考えてるんですけども。まあ、なぜそこで睡眠時間云々の話がこう、組み込まれているのかっていうところが、非常にまあ僕にとっては不可解ですね。だから、まあ、結局、まあ、こういった状況をまずしっかりと、伝えることで、それを、まあ、一般的に閲覧できる動画のような形でしか、やっぱり僕もその送料とかかかりますので、裁判所を通した内容の件に関しては、まあ、裁判所を通して書類とか郵送しますけども、だけども、動画で公開して伝えることしか僕にはできないです。で、あの時、まあ、電話で喋っていた相手は、まあ、まこっていう声が聞こえてきてるんですけど、前何かありましたっけ？ 2 人で、かこちゃんとまこちゃんが2人でいた時に、何かまあ、僕に話しかけてきたことって、あの時点であったと思うんですよ。で、その時、僕、どんな対応しましたっけ？その記憶があるないで、多分、その、どこの誰かわからない、誰のことを言ってるんだろう、こちらのことかな、もしくは最悪、また絡んできてる連中かなとか、そういうような受け止め方だったのか、なんかこう、だからまあ、佳子ちゃんもその29歳までに結婚したいっていうことを言ってるんですけども、これ、まあ嫌味で言うんじゃなくて、その自分で自分がこう結婚しづらくなる状況っていうのを作ってるようにしか見ないんですね。そのイエスにしてもノーにしても。そこで区切りをつければ、結婚、相手
僕以外の人で探せるわけじゃないですか。僕としてはそれは佳子ちゃんと結婚してほしいですよ。だけども、今のその瞬間でも一瞬顔が変わったりしてたんですけども、だからその辺のところで、今日の朝もずっと電波で佳子ちゃんの声とか聞こえてるんですけども、そこで、僕と同じような顔になってるんじゃなくて、本当は僕から顔を取ってるんじゃないかだとか、まあそういうふうなところでの、まあもともとは春山整骨院なんですよ。春山整骨院にドアバタンとかし始めに来た人間とかで、顔が変になってるんですよ。もう毎朝そこからのスタートなんですよ。まあ、最初の話に戻しますけども、あの時、僕が思ったのは、はい、違いますって言われた時に、いや、本当は佳子ちゃんやろうっていうようなことを思ってたんですよ。で、いや、おかしいな。どう見ても佳子ちゃんに見えるけどもっていうようなことを思ってたんですよ。で、もう抱きしめて、抱きしめたというか、もう抱きついてみたいな感覚ですね。もう精神的にものすごく参ってますので、もしかしたら泣きながらもう会えないかと思ったっていう。実際には泣かないかもしれませんよ。だけども心情的にはもうそうなんですよ。もう一生会えないかと思ったって。で、それはもう佳子ちゃんだけじゃなくて、例えばこの間、7月8月にこの住宅の前で草刈りしてたんですけども、その裏手のところの草刈りをしてた時に横通り過ぎた人がいて、もしかしたら宮崎駿さんかもしれないんですよ。スタジオジブリの「天空の城ラピュタ」とか「風の谷のナウシカ」だとか「もののけ姫」だとか、ああいった作品を作ってこられた宮崎駿さん。そういえば昔、僕は20歳ぐらいの頃もああいうふうに一人でこう草刈りしてた時に、場所で横を通り過ぎてる。だけども声はかけられてないんですよ、確か。相手から声をかけてもらわなかったら、下向いて草刈ってるから、まずわからない。で、後ろ姿と横姿だけで、あれ今の宮崎駿さんかなっていうのを思い出せるのがギリギリだっただけなんですね。で、まあ昔、牛飼いの人たちがこの辺りの農地だとか、あと、もしかしたら最初の方はここの住宅の一般的な草とかも、その牛さんに食べてもらってたような気もするんですよ。見たことあるんですよ、その牛飼いの人。牛を連れて歩いていて、草を食べさせていると。ちょっと話があまり広がりすぎたので、もうこれぐらいにしておきますね。以上です。淡井圭介から、佳子ちゃんへのメッセージということです。以上です。